ドアノブは治りました。あ、誰か来た。レナタンやった。お疲れ様です。皆さん今日の公演は見てくださいましたでしょうか。しおりちゃんささ最高、可愛かったじゃないね、ほんまに。もう本当ね、研究生からやり、本当この笑ってるけど笑い事じゃないんですよ本当に。もう何年やってんねんって、ほんまもうあれは大謝罪、本当にごめんなさい。あ、見ていただいたら分かるんですけど、ささささ最高ね、ちょっと今日最高じゃなかったですね、ほんまに。もう反省します。怒られましたよ。笑い事ちゃうって、だからまあしっかりして。これ電波、あ、危なー、これここ来たら電波悪くなるのかな、どうなんやろ。よいしょ。うちに入れたはずなんですけど、ちょっとなんかよくわからんことになってます。これアーカイブでチェックします。お願いします。これカサカサ言うんかな、こうやって持った方がいいか。嘘、電波悪い、ごめん。ごめん、戻るわ。あ、やばいやばい、戻るわ、楽しくここでやるわ。こんばんは。ねえ、アンチュさん電波悪すぎ、ごめんごめんごめん。歯いた、歯いた、この前歯医者行ったばっかりやのに、歯いた。そう、髪めっちゃ伸びた。え、歯いた。うそ、まだ電波悪いですか、まだ電波悪い？治ったかな？どうかな？虫歯ないですよ私。虫歯じゃないんですけど。なんか歯痛い。さっきより大丈夫。すみません。Wi-Fi 繋いでなくて、近なもので、はい、劇場化させん。ねえ、今日はアンチさんが卒業発表を。されました。早いですね。9月中旬ってもうすぐですよ。皆さん、しっかりお仕事最後まで頑張ってください。皆さん、なかなかフル面が見れないですね、ウィンクは。嬉しい。 NMB って全員めっちゃ可愛いやって、ありがとうございます。すごい嬉しい。そう、みんな可愛いんです、本当に。いろんな種類の可愛いがいますよ。こんばんは。もう今日はね、あれですよ。
あれですよ。ファンの方のこともめっちゃいじっちゃったしさ、ほんとごめん。見てるかな？見てないかな？ 違うメンバーの推しの方、今日ね、劇場に来られてて、最前に座られてた方が、そのことを2名ぐらいいじっちゃって、ほんと、すいません。見てるかな？ほんと反省。それは怒られてないですけど、いや、優しそうな方だなって思ったからいじらせていただきました。本当にごめんなさい。皆さん髪型、私の髪型何が好きですか？今日はストレートのうち、よくやるのはおでこ出してちょっと表面癖つけたやつとか、結んだり一つにくくったりとかなんですけど、今日の髪型はちなみに大阪魂公演始まって初めてやったんですけど、もうね、邪魔で邪魔で 今日の髪型は本当に邪魔すぎてびっくりしたよ、自分でも。もう髪の毛べちゃーなんで、もうさ、もう全部べちゃーってなって、そう大変だったのね。ちょっとこの公演ではもうやらないですね、この髪型は。まあ公演終わりやから、マジでもうメイクべしゃべしゃべしゃ、ふわふわなのも好き。前髪切らないの？切らないです。気になりますか？長いの。私も気になります 今の長さが好き。ありがとう。私も好きなの、今の長さ 自分でも。こんばんは。ちょっと形今日はね、久しぶりにお顔を見たファンの方もいたりして嬉しかったです。意外とね、本当私覚えてるよ、昔来てくださってた方とかのこと。何回も来てくださってた方とかは意外と覚えてるから嬉しかった。だから勝利ちゃん、まだまだ卒業しないでよ。しません 大丈夫です。いや、まあでも考えないことはないですけど、ないですけど、今のとこ大丈夫です。公演中顔が見えない。どういうこと？こんばんは。やめんといてって。大丈夫です。編み込みしてるの見たい。お、編み込みか。どこをどういうふうにですか？なんかさ、一つ結びでここら辺編み込んでるとかもあるしさ、ここ編み込んで耳かけるとかもあるじゃないですか、いろいろ。またなんか詳しく教えてください。いいね。そう、最近編み込み久々にやりたいなって思ってたんですよ。しおりちゃん、はじめまして。おー、はじめまして、しおりちゃんです。 ありがとうございます。今日の髪型可愛かったです。ありがとう。そう、内巻きだよ 明日まだだよみたいに言っちゃった。こんばんは。もうさ、本当にやかんわ。
思い出し笑いしかしてない。本当にかゆ。おでこ出してんの好き。お、マジっすか。楽だからね、あれは。いいんだよね。カレピか、カレ、カレ、カレピ、カレピ、彼氏がしおりちゃん好きで会いたがってる。嬉しいよ、しおりも会いたい。ごめんなさい、彼女さんの前で。はい、でも本当会いたいね。お顔タイプですやって、マジ？あんま言われんから本当嬉しい、ありがとう。容姿、容姿を褒めてもらえるのが一番嬉しいよ、本当に。また言えないことを思い出し笑いしてるのか。いや、もう本当に今は、今の私のブームはあのドブロックさんのやつ、ドブロックさんのあの一物のやつ。え、なんかさ、一物のやつさ、一物意味って調べたら別に言ったらあかん言葉ではなかったから、あ、言おうって思って。皆さん知ってますか、ドブロックさんの一物。大きな一物をくださいっていうやつ、あれ本当私大好きで。はじめまして、どうも。え、だってある意味調べてみてくださいよ、みんな。全然言っていい言葉やったよ。はい、インゴ。人物はインゴだからね。インゴって何やろ。かく、ん、隠れ語。インゴじゃないな、インゴか。一緒に NMB 応援できるのが嬉しいから絶対一緒にライブ行く、待ってて。お、カレピ、カレピとカレピさんと待ってます。嬉しいね。そう、カップルさんとかでね、今日もいたけど公園で隣で座られてて、そう嬉しいよね、やっぱカップルさんで応援してくださるのって。あれ、あのさ、あれ、15分経過しましたって出た？今私どのくらいやってますか？ちょっとね、今日は早めに15分ほどで、めっちゃ加工やばい、めっちゃ加工やばい、ほら終わりたいと思っているのですが、あのツイートとかしなくては。なので、いや全然ね、喋りたいんだけど、もっと喋りたいんだけど、ツイートツイートもインスタもあの更新したいなと思っているので、はい、また長くできるときに。ほら、オファルトって終わってほしいんですか？終わっちゃうよ、じゃあ。え？今日はね、公演始まる前にあの珍しく自動販売機で飲み物買いました。飲み物？ん？水以外の飲み物。私がジュースを飲むなんてとても珍しいんですが、あの動物のキリンとレモンが合わさった炭酸の飲み物を飲みました。キリンレモン、あ、言っちゃった。美味しかった、キリンレモンです。
久々に飲んだ。13位、夏の日のゴリラさん、ありがとうございます。2位、ニケさん、ありがとうございます。11位が、マチカネフクキテルさん、ありがとうございます。10位が、マーさん、ありがとうございます。9位が、イートさん、ありがとうございます。8位が、アオイさん、ありがとうございます。7位が、ジョーさん、ありがとうございます。6位が、2番目のトモさん、ありがとうございます。5位が、シンさん、ありがとうございます。あれ、4位が、アオイさん、あれ、ありがとうございます。3位が、クワさん、ありがとうございます。2位が、カンちゃんさん、ありがとうございます。そして1位が、リョウカさんです、ありがとうございます。はい、今日もすいません、ありがとうございました。短い時間だったんですが、ありがとう。みんな今日も一日お疲れ。マジ明日からも頑張ってこな。誰やねんって感じなんですけど、はい、ほんと頑張ろう、一緒に。私も頑張るよ。じゃあそろそろ終わるね。ありがとうございました。またあの DMM 配信のアーカイブも見てください。